皆さん、こんにちは、大地です。ところで、あなたは、これから何回、自分の人生でステージが変わると思いますかね？これね、僕が結構好きな質問で、皆さんにも考えてもらいたいんですけどね。自分のステージがあと何回変わるんだろう。何回ぐらい大体これまでステージって変わってきた感じがする？自分の中で。生まれてから今日までずっと同じ自分とかさ、同じ人間関係、同じ場所に居続けてるわけでもないじゃない？ね。だから、いろんな形で、まあ例えばね、もちろん学校に入ったらステージ変わるわけだし、社会人になったらまあステージ変わったって人も多いと思うし、で、仕事でもさ、まあ何年もやってれば、ね、何年何十年ってやってれば何回かはステージが変わって、ね、全然違う場所で違う人たちととかさ、違う役割で、ね、の自分として、こう生きていくっていうことがあったと思うし、ね、家庭持ったり子供ができたり、ね、またしたらステージが変わっていくっていうこともあると思う。で、人生のステージって、ね、いろんなタイミングでこう、まあ望む、望まざるに関わらずだけど、ね、変わっていくもので、で、これまで何回変わったんだろう、そしてこれからも何回ぐらい変わるんだろうと。だって10年に1回、もっと変わるかもしれないけど、変わるとしたら、ね、あと何回変わりますって、そう考えたら結構変わる可能性あるんだよね。ところが、人間って歴史の終わり幻想とかって言われますけど、なんか過去変化してきたことは認めながらも、なんか今の自分がある種、完成形というか、なんか今自分が考えてることとか、やってることって、まあ正しくて、で、それがなんか変わっていくとかね、さらに成長変化していくとか、っていうふうになかなか思いづらいっていう、まあこれもバイアスですけど、が、かかりやすいみたいなんだよね。だから、やっぱりこれからも、なんか自分の人生のステージが変わって、自分の認識とかね、自分のある種の常識というものとかね、で、自分の関わる人とかやることを取る役割っていうのがガラッと変わる可能性があるんだよっていうことをやっぱり前提としてさ、で、じゃあ今はどんなステージにいるんだろうね。で、次の質問はね、このステージって何年後ぐらいに変わると思う？直感で。で、なんかあと何年かしたらね、なんか今の状況っていうのがこう変わっていく予感、それが人によってはね、来年なのかもしれないし、3年後なのか5年後なのか10年後なのか分かんないけど、どっかでステージが変わるんだよね。じゃあその先の自分ってどんな自分なんだろう。まあもちろんまだ分かんないんだけど、想像してみるわけ。誰みたいな感じとか何みたいな感じなんだろう。で、その上でね、じゃあそのステージに移行するっていうことは、ね、今これからね、何をやりきるとか、どんな状態ができるとか、何を手放すとかね、どんな準備をするとか、何をしたら次のステージに行けるんだろう。でよ、そこからじゃあ、まあ、実は今日ビデオ撮ってるのは、2021年の年末なんですけど、で、27日12月ね、で、まああと3日4日でさ、で、今年も終わっちゃうんだけど、ね、で、来年が始まる2022年が、じゃあよ、そのステージね、今どんなステージにして、次どんなステージに行くんだろうとか、いつぐらいに移行するんだろうって考えた時に、2022年はどんな位置づけの1年なんだろうかと。2022年のテーマは何なのかっていうことをぜひ考えてみてもらいたいんですよね。で、なんとなくさ、このもう自分の歴史は終わったと、もうステージが変わらないと思ってたら、ね、それが予言の自己成就っていうね、考え方じゃないけど、そういうふうに考えてたら、ね、なんか切り替わるために必要なこともしないし、そういうチャンスにも乗っからないしとかさ。っていうふうにしてると、まあ自然と何か変わっていくね、ステージ以外はなかなかこう、変化、大きな変化しないかもしれない。でだからまあ退職してステージが変わるとかはあるけどね、それ以上何かやっぱり自分の人生で起こしたいことって起こりにくいかもしれないけどね。で、だけどやっぱり意識的にそうか、次はこんなステージに立てたらいいなって、そのために、そうか、今年はこんな位置づけの年なんだと。ね。で、よし、じゃあこれ頑張ろうみたいにこう慣れたりとかさ、まあもしくはもうそろそろこういうの手放して次に行く準備すっぞとかって慣れると、やっぱり自分でこうステージをよりね、
望んでるステージに切り替えていけるんじゃないかなということで、ぜひ、まあ、年末年始見る方は、そうだよな、今どんなステージでいつぐらいに切り替わるんだろう、だとしたら今年は何をやったらいいんだろうとかね、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。そしてまあ年末年始以外に見てる方もいつでもね、重要な考え方なんで、今自分はどんなステージにいるのか、何年後ぐらいに次のどんなステージに移行するのかなんて考えてね、なんか自分の中にあるね、思い込みを超えて、もっともっと自分の人生が変化していくんだっていう前提でね、考えてみてはいかがでしょうかというお話でした。それではまた。